リードボーカルに。おお、まあ、いいいいいい。でそこに私がちょっとあのハモリを入れて、2番は私が歌うという二人で歌う曲になっています。はい。これも楽しみ。おなじみスティービーワンダー。スティービー・ワンダーのこれは 80s ですね、80年代のヒット曲です。あともう皆さんいろんなカバーをされています。そしてこれ私すっごい好きな曲が次入っててびっくりしちゃったんですけど、これやってるの見たことないですよね、あまり、うん、オフザモール、マイケル・ジャクソンのオフザモール、すごい最初の頃ですよね、まあ、最初って言ってもね大人になってからですけどということで、これは K? K がフューチャー。で、これをなんとジャズ風にアレンジしたと。どなたがアレンジしたんですか？え、私じゃないです。みんなで。なんとかは、あの、シカクレナっていうベーシストの方がやってるやつを。そうなんだ、見てください。1、2、3、4、5。普通何本でしたっけ？4。4ですよね。ということで、5弦ベース、買われたそうですよ。楽しみでございます。素敵なジャズボーカリストの方がいたので、その人に直接お願いして教えてくださいというふうに言って、はい、教えてもらいました。ロックミュージックとオートマスターの中でも、もう一段とメロウで大人っぽいバンドかと思います。いかがでしょうか、ロボさん。ございますので、ちょっと3曲も紹介せずに続けてやっていただきましょう。カオリンズで Fly Me and Lucky Masha が1曲目、そして2曲目 I Just Call to Say I Love You、 スティービー・ワンダーの名曲です。そして最後はなんと Off the Wall、 マイケル・ジャクソンの曲でございます。ではカオリンズ、みんなお気合い拍手でお願いください。Fly me to the moon and place me on the firmament. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, for my Yeah.